ついにやってきました。人生初、成田空港。よし。満足したのでそろそろ帰ろうと思います。というわけで切符を買いました。やっぱり早く家に帰る方法といえばスカイライナーですよね。ちょうど乗る予定のスカイライナーが止まっていました。謎のラッピングが施されていますが、それについては深掘りしません。というわけでスカイライナー20号に乗りまして、京成上野まで向かいます。スカイライナーとは、成田空港と京成上野の 64.1km を結ぶ京成線の特急列車。時速 160km の、今の特急列車としては稀な超高速運転が特徴的です。この速度は在来線最速と言われています。都心と成田空港をほんの36分で結ぶのです。車内は2列 ×2 列のリクライニングシート。入り口付近には荷物置きもありましたね。このスカイライナーは2010年製造。AE 型、と言われています。スカイライナー自体は現行の形式も含めて3台運行されているのですが、この AE 型という名称は初代にも使われた形式です。この命名の由来は、空港輸送の原点回帰、の意味だそうです。なお AE の名前自体は、エアポートエクスプレスから来ています。一方、スカイライナーという名称自体は全国にアンケートを取って決定した模様。名実ともに全国クラスの車両。ですね。車内設備紹介。短い乗車時間にもかかわらず、4号車には自販機があります。近年の特急は自販機を全廃する動きもちょいちょい見られますが、あるのは安心。5号車にはトイレなどが集中しています。この5号車以外にトイレはないので、危ない人は余裕を持っておきましょう。ちゃんと多機能トイレも備わっています。その他、狭めの個室トイレや男性用トイレもあります。トイレトイレ言っていても仕方ないので早いこと座席に着きましょう。にしても空いてますね。平日真っ昼間だからそりゃそうだって感じなんですけど。スカイライナーの座席は硬い硬いという国道をよく見ますが、実際のところは、思ってたより良いです。40分程度の乗車なら全然許容範囲内。別に超ロングラン列車というわけでもないので、これはいいかもしれません。ただ枕は硬いですね。寝られるかどうかはまた別問題。ブラインドこうなってるんですね。ビヨンビヨン。ちゃんと途中で止めることもできます。今回は高速運転を堪能したいので開けておきましょう。テーブルは、ちょっと狭い気がします。そうは言っても、車体の幅を考えたら、これでも頑張っている方だとは思います。でかいパソコンを広げない限りは十分な大きさだと思います。あ、カフェオレは普通に美味しかったです。ちゃんとコンセントもついています。一人で足元の手前側と奥側、計二つ使えますよ。充電し忘れて空港に向かう時なんかは重宝するのかもしれません。でも、持ってくるケーブルの長さには気をつけましょう。なぜならこうなるので、スカイライナーには Wi-Fi もついているので、もしケーブルが長ければ、充電しながらいろいろ楽しめたのですが、成田空港発車。次は空港第2ビルです。向谷実さんのチャイムを聞き、いよいよ上野までの44分の旅を楽しむことになります。36分は嘘だったのか？成田空港とは言っても空港第2ビルから、都心とは言っても上野ではなく日暮里まで。要は、日暮里から、空港第2ビルまでが最短36分なのです。上野から乗る場合や、第1ターミナルまで行く場合はもう少しかかります。でも、都心から成田空港まで最短36分、というのは、嘘ではありません。本当の話なので、CM でも、日暮里駅付近の広告でも、堂々と最短36分を掲げています。成田空港の次の、空港第2ビル駅までの距離はたった 1.0 キロです。でも、線形はあまり良くないので、3分ほどかかります。ま、ここを越えたら嘘みたいにすっ飛ばす、らしいんですけどね。スカイライナー最後の千葉県駅である空港第2ビルを発車。さて、次の駅は東京都の日暮里。なんと 61.0 キロノンストップなのに、37分で着きます。同区間の標定速度は、だいたい時速100キロということになります。
すごい。なおこの辺で京成本線とはお別れ。次に本線と再開するのは京成高砂で、です。一方でこのスカイライナーは、高砂まで成田スカイアクセス線を経由します。この成田スカイアクセス線には、アクセス特急、なる、特急料金不要の種別も存在します。浅草線や京急線方面から直通してくる運用がメインです。スカイライナーほど速くはないですが、通過域の多さや、時速120キロの高速運転など、スカイライナーより約20分遅い程度にとどまり、車両追加料金不要の京成線種別としては最強クラスです。朝を除いて40分間隔なのは少々きついですが、ここからスカイライナーがいよいよ本気の時速160キロ運転を見せてくれます。通過域の成田湯川駅あたり、というか、この辺が、スカイライナーの本領発揮ポイントです。早い、早いんですよ。さすがかつて昔北国線を走った、八鷹、と並ぶ最高速度を出しているだけあります。でも、同時にめちゃくちゃ怖いです。モーター音に包まれ、毎秒40メートル以上のスピードで在来線を移動しているこの感覚、映像じゃ伝わらない迫力がブワブワ押し寄せてきます。さすが成田新幹線と言われているだけあります。この新幹線速度の理由ですが、線路幅、車体など、様々なわけがあります。まず線路幅は新幹線と同じ1435ミリの標準機。世界標準の線路幅です。揺れが少なく乗り心地も良いけど、導入コストが高い、という線路幅です。在来線に多く採用されている、京都という1067ミリの線路幅よりも高速運転に向いているんです。ただ、それだけではありません。新幹線みたいにシュッとしたデザイン、アルミニウム合金による軽量化に加え、単線と複線が切り替わる成田湯川付近に設置された、38番分岐器もその要因の一つ。高速運転に対応した全長135メートルもある分岐器のおかげで、ポイントを時速160キロで通過しても OK なのです。なお今もまだ複線っぽく見えますが、今映っているのは JR 線の線路。ちょうどここで JR 線はクエット南にそれて成田駅へと向かうのです。話を分岐器に戻しまして、38番分岐器はかなり特殊で、日本国内では他に新幹線の高崎駅、上越、北陸新幹線の分岐器くらいにしか使われていません。ヤード新幹線だったんじゃないかね。なお他には6電磁6等式信号機や、新しい架線方式など、日本で初めて導入された技術もあります。走行しているうちに、京急線形が止まっている成田湯川駅を最高速で通過中です。さっき列車が見えたように、結構な本数がここで通過待ちを行います。成田空港方面っぽかったのですが、単線がゆえ、ちょっとかわいそうです。なお複線化は、需要と標準機がゆえの施設コストを考えると、なさそうです。そういや言い忘れていましたが、スカイライナーは全車指定席です。普通のスカイライナーに加え、同車両が使われるモーニングライナーやイブニングライナーも含めます。せっかくなのでモーニングライナー、イブニングライナーについても軽く。この2ライナーはスカイライナーと同じく AE 型を用いた通勤ライナー。本線を経由したり、停車駅が多かったりと、スピード面では劣りますが、なんせ追加料金420円と、とても安い。AE 型を体験したい場合はおすすめです。そんな AE 型には運転席にカメラが取り付けられています。いつもというわけではありませんが、26インチの LCD から、迫力ある前面展望が楽しめますよ。なお後ろを振り返ってみると、こちらでは後面展望が楽しめます。凝ってますよねー。時速160キロの世界を前面後面ともに楽しめます。ただ、時速160キロの世界はそう長くは続きません。印旛日本医大から北総線に入ると、最高時速は130キロ程度に下がります。これでも常磐線並みのポテンシャルはあるのですが、やはり少し遅く感じます。時速130キロ運転に抑えられてしまう原因は、やはり設備面と本数面。1時間に5本6本7本と列車が来る点で高速運転をすると危険な上、黒字とは言っても、さすがに三セクではドカンと設備投資できません。ただ、何もしていないわけではなく、北総鉄道は2004年に、特別工事部、を置きました。これにより対比設備や線形など、成田スカイアクセスに向けてもろもろ整えられ、2010年、北総鉄道兼スカイアクセス線形由のスカイライナー及びアクセス特急が、ついに運行を開始しました。もしこの部がなかったら、最短36分は実現していなかったかもしれません。なおそれ以前、初代 AE 型や AE100系が主役だった頃は、今とはいろいろ違う形で運行していました。初代 AE 型と AE100系の過渡期にあたる1991年までは、今でいう、東成田、という駅が成田空港駅として営業していました。ただ、これは大きく速達性を欠きました。というのも、
もともとの終点だった東成田駅から空港まで1キロの移動を強いられたのです。バスの存在もあったため、その当時空港アクセス鉄道としては中途半端でした。というわけで1991年3月19日、成田空港ターミナルに直接乗り入れることができるようになりました。成田空港駅が東成田駅に名称変更したのもこのタイミング。その1年8ヶ月半後の1992年の12月、空港第2ビル駅も開業しました。さらに1998年のダイヤ改正では、本線経由のルートで日暮里から空港第2ビルまで、最短51分で結べるようになりました。早いのは、こっち。安いのも、こっち。という CM もありました。一体何と比較してるんでしょうかねー。そんなわけで、スカイライナーは現行の3代目車両になるまでにも、たくさん改良されてきました。今や世界クラスの立派な空港アクセス鉄道です。それはそうと、日本の空港アクセス鉄道にはもう一つ、JR のものがあります。おなじみ、成田エクスプレスです。誰ですか、こっち、じゃない方だ、って言った人。今のスカイライナーが成田空港から上野まで約44分、2520円なのに対し、NEX は成田空港から東京まで約1時間、3070円と、運賃や時間を考えると、負けちゃっています。ただ、NEX にも長所はあります。それは、主要駅を結ぶという点です。NEX は東京から横浜、大船方面に、また渋谷、新宿方面に行ったりします。このアクセス性と JR 東日本ならではの交通網を活かして、訪日外国人向けの切符として、NEX 東京ラウンドトリップチケットが販売されています。往復4070円で NEX の指定席と、東京電車特定区間と成田空港の往復券がゲットできるというものです。NEX も悪いところばかりじゃないんですよ。あ、もちろん日本人は使えません。パスポートが必要です。我々日本人には、NEX 往復切符があるので、そちらで。一方スカイライナーは LCC などと手を組み、京成スカイライナー&東京サブウェイチケットを出しました。名前通り、スカイライナーの片道は往復券と、東京の地下鉄に乗り放題なチケットがついてきます。こちらは特定の会社の飛行機に乗るなど、条件を満たせば日本人でも買えます。こうしてみると、NEX とスカイライナー、JR と京成で、売り出し方の違いが現れていて面白いですね。営業マンみたいになってしまったので、そろそろ別の話に移りましょう。ちょっと一昔前の話でもします。夜メロンがまだ純粋無垢だった頃は、新車両スカイライナーの CM がちょうど放映されていました。あの、こういう感じのやつ。かなり印象深い CM です。その当時は成田空港の場所もまともにわからないくせに、すげえすげえ、と言っていたそうですが、今はその凄さを、身をもって体験しています。本当にすごい。もう一回時速160キロ運転を見たい方は、5分47秒付近に戻ってみてください。なお夜メロン、あの CM が11年以上前のものだということに驚きまくっている様子です。列車はアクセス特急含む北総線普通列車が全て止まる、新鎌ヶ谷付近を走行中。新京成線や東武野田線も通っている、北総線内でもとりわけ巨大な駅です。なお距離的には成田空港から 38.7 キロということで、半分をすでに過ぎていますが、時間的にはまだ成田空港から20分程度と、ギリギリ半分行ってないです。つまりここから先、京成本線側の方が遅いということになりますが、これは仕方ない。成田スカイアクセスと異なり、もともと京成線は空港アクセス鉄道として建設されたわけじゃありませんからね。現在の京成成田駅の開業は1930年。また日暮里と上野間の開業は1933年。一方の成田空港、もとい、新東京国際空港の開業は1978年5月20日です。だから、スカイライナーに向かない線路線形なのはしょうがないことです。さすがに今更都内の建築物ガンガン取り壊して、成田上の超スカイアクセスだー、とかやるわけにはいきませんからね。列車は武蔵野線と乗り換えられる北総線新松戸付近を通過。この辺が時間的には中間ポイントです。いよいよ東京メガループの内側ですね。建築物の数も成田付近と比べるとかなり多くなってきたことがわかります。出発から約27分。矢切を過ぎて江戸川を渡り、東京と入りします。もうすぐ新芝また、もうすぐ京成本線ということで、ここから速度が一気に下がります。ここから次の通過駅である高砂までに急カーブが2カ所も存在するのです。また、青戸を出てすぐのところにも90度近いカーブが存在します。上野まで残り14キロなのに17分かかるという点からも、京成本線で速度を出すのがいかに難しいかがわかります。また、本数が多いという点でもあまり速度が出せない区間だと思われます。
高さ5から青とは上下各2本の線路が敷かれているとはいえ、そう緩くないカーブ。その上高さ5から青とに行く列車は12時台だけでも18本、7時台なんかすごいですよ、30本あります。また青戸から京成本線に入ってからも、待機可能駅が限られている中で、12時台で最9本、うち確定は6本と、かなり合間を縫って運行する必要のある区間なのです。だからスピードが出ないのは仕方ない。列車はその勢いで間もなく青戸駅を通過。そうそう。スカイライナーは2022年のダイヤ改正で、一部が青戸に止まるようになります。もともと臨時停車する便があったのを、正式に停車させることにしたのです。すべてではありません。だいたい3本に1本の割合です。これにより、京成押上線、浅草線方面から LCC を深夜に使う人にとって、利便性が向上します。速達性は少々犠牲になりましたが、使いやすさは上がりました。青戸駅を出て、列車は京成上野まで下町エリアを通ります。下町とは言っても東京都の葛飾区まで来たことがあってやはり栄えており、成田空港から通して見てみると、車窓のグラデーションを感じることができます。私は車窓の変遷が美しいとき、車窓に対してグラデーションという表現を使いたくなります。京成本線とは言っても、それなりにまっすぐ線路が敷かれている区間では、時速100キロにギリギリ乗らないまでも、それなりにスピードを出します。今通っているお花茶屋と堀切勝負園の間は特にそうです。ま、相対的に遅く感じるのはこれはもうしょうがないことです。成田新幹線もこの辺はゆっくり。そうそう、成田新幹線の計画自体は実は国鉄時代にもあったのです。1971年に計画が立てられ、建設をしようと着工が進められたのですが、沿線の区民やその他連合がやめろやめろと反対運動を起こしたため、工事は難航、そして中断。現在、工事の移行は東京駅の京葉線ホームに見られます。さて、JR 化も相まって幻となった成田新幹線の計画ですが、それだけではめげません。それからは代わりに3つの案が推し進められました。うち1つは現在のスカイライナーのルート。もう1つは今の成田エクスプレスに近いルートです。結果としては一度頓挫はしたものの、なんとか空港アクセス鉄道の開業にありつけたのでした。日暮里を出るとほんの数分ほどで京成上野に着きます。ここで、なんで日暮里に止めるのか、空港第2ビルの次は上野でもいいのでは、と、疑問が浮かんでくるかもしれません。日暮里に止める理由は簡単で、JR との乗り換えがしやすいから。京成線の上野駅と JR 線の上野駅は位置的に離れており、乗り換えにはだいぶ歩かされます。しかし日暮里なら改札一つまたいでの乗り換えとなり、歩く量がだいぶ減ります。というわけで、JR との乗り換えがしやすくなるよう、日暮里に停めているのです。なお上野から成田空港でも、日暮里から空港第2ビルでも、スカイライナーの値段は変わりません。運賃や乗り換え回数を考慮すると上野で乗り換えた方がいい、ということもあります。ケースバイケースってことです。ケース A バイケース A。日暮里駅では全ての上野方面の列車が0番線に到着します。青戸方面の列車は1線しかありませんが、普通列車とスカイライナーでホームが分けられています。つまり2面1線、少ない線路の範囲内で、あれこれやりくりしてるんです。次は終点、京成上野。64.1km の旅も、残すところ 2.1km となりました。あと4分ほどで京成上野に着きます。距離に対してやけに時間がかかるのは、これまた線形のせいです。上野までにぐわっとカーブする JR 線と違い、京成線は小刻みにぐねぐね曲がります。というのも京成線は日暮里と上野の間を開業させるのにとても苦難したのです。筑波高速度電気鉄道株式会社の免許を使って開業させることになったのはいいのですが、いかんせんその区間は皇室に代々伝わる御用地。駅舎建設にはほんの一度きりの御前会議で、天皇の勅許を得る必要がありました。結果、勅許を得ることはできましたが、それだけでは終わりません。上野恩賜公園の真下を通るということで、厳しい条件下での工事を強いられました。桜の木を傷つけたり、寛永時に悪影響を及ぼしたりしてはいけないなど、とにかく公園第一で、慎重に作業が行われていたということが伺えます。さて、工事の難航の一因になった、寛永時にはすぐ近く、西側に駅がありました。
それが、関永寺坂、駅です。日暮里と上野の間にあった駅、その1です。1933年に開業しましたが、急勾配や利用客の観点から1947年休止、そして1953年に廃止。倉庫会社がその跡地を使った後、2016年の駅舎解体を経て、今、そこはセブンイレブンになっています。さて、日暮里と上野の間にあった駅、その2も存在します。こっちの方が有名。上野と関永寺坂の途中駅に、博物館動物園駅、がありました。関永寺坂の廃止後は上野から日暮里間にあった駅です。これはその後領地に建てる駅舎ということで、西洋風の豪華な駅舎だったのですが、4両編成しか止まれないホームであったがために、利用客が減っていきました。結果として1997年に営業休止、そして2004年に廃止となりました。現在、その駅は歴史的価値のおかげで、東京都選定歴史的建造物に選ばれています。今もその駅舎は残っており、外から拝むことができます。また、この線路からも、割とわかりやすく残っているのが確認できます。ちょっと目を凝らしてみてください。ぼやけちゃってましたけど、見えましたか？あれが博物館動物園駅です。だいぶ当時の面影が残ったままであるということがわかりますね。2連続廃駅区間のあたりを走行中、京成上野到着のアナウンスが流れました。成田空港から上野までほんの44分の旅でしたが、じっくり捉えてみると濃い44分でしたね。動画時間も気づいたら20分超えてました。はい。京成上野に到着です。にしても、AE 型って本当に新幹線みたいなフォルムしてますね。デザインコンセプトの内装、輪、も、外装の、風、も、よく現れていると思います。スカイライナーは撮影日の2021年10月11日は40分間隔でしたが、10月30日から20分間隔に戻り、上下線では1日につき82本の運行となりました。これなら1日に日暮里と成田空港を何往復でもできますね。改札を出ましょう。なお JR 上野と京成上野を乗り換えるときは、JR 上野駅の忍ばず口を使うと楽です。本日は京成スカイライナーに乗ってきたという動画でした。空港アクセス鉄道としてふさわしい名特急なので、上野に来たとき、または成田に降り立ったときには、ぜひ乗ってみてください。ではご視聴ありがとうございました。